さあ始まりました、デコボコトライン、ビックスモール、僕はデコボコトラインのカイ両手でお送りいたします。よろしくお願いいたします。今週も始まってしまいました、ビックスモールの時間でございます。はい、なんか気合入ってるね、ガイリオっいや、気合入ってるよ、気合しか入ってない。気合しかない、むしろ。気合、気合、いってるな。気合以外何もない、今。めっちゃいってるやん、気合、気合。今、気合だけで乗り切ります、ここ1時間。お前、若手やしやん。気合のみで。 いやあ若手だけども俺たちもまだ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 若手でございますからね。折戸さんが来てる。おお。ありがとうございます。お久しぶり。久しぶりね来てる感じすずね。久しぶりのコメントあります。ないです。中田です。我々お笑いバイアスロン準決勝まで残りました。まあ一応まあ最初のとりあえずね階段を。やっぱあの FM 技能マンらしいね刀を。 拍手の代わりに使うっていう <laughs> 出したりの繰り返しでね。それをね、画面上ではやらないんですよねやらないってさすがいう風向きのあるんですよ、うん、素晴らしい <laughs> 皆さんあれなんかねよかったな どうにかなああ俺に言ってる今もしかして皆さんっていうからこっち喋りかけてんのかなと思ったらめちゃくちゃ俺に喋りかけてたわ <laughs> 意外と我々なんかいろいろといろんなことをこの1週間やっても頭が回ってないんですよ今いやもう俺が頭回ってないのは完全に今日銀だこカーだったからっていう理由だけですけどねバイトもあるからないやただの銀だこじゃだからもうチャタンのいっとくよチャタンのよう今閉まってるからねあそうなの銀だこはなるほどねだから 車でやってんだそうええそれはそれ一応一応って、お前そうなのか乙いやいやいや、いつものことだから乙よいつもだからもうそれはいいからとりあえず結構面白かったんだけどええ面白くない、面白くない乙そうそうなの。いつものことだからあんた厳しいわあもう刀持ってんだからおいこっちはバイアスロン準決勝進出だぞこの野郎乙なのかもな乙ちゃんとなんか高そうな刀持ってるからね おなんか落ちたぞ。なんか落ちた。これが F.M. 木ノ葉。ありがとう。すごい刀だちゃんと方が俺の方向を向いてるぜ。ふう。ふうふうふありがとう。F.M. 木ノ葉。いい感じでございますね。今日もいい感じで進んで。俺を刺し殺してくれ。帰るお前すごかったのかあの俺日曜日のさあのほら F ネタ F 企画？はいはい日曜日。 えど日か月曜日かな F え F ネタは月曜日だよ F ネタって言ったよねお前 F 企画って言いました F ネタって言ってましたじゃあ一回巻き戻してみましょうじゃあ一回巻き戻してじゃあお願いしますえオールナイト日本じゃないわよすぐ巻き戻せるわけじゃないわよ。 こいつすごでで、んでしょうオードリーのオールナイト日本でよくでる。分かった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 かるた分かった分って分かっ分かったかった分かった分かっ分かった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 ーかった分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 そこじゃない。た分かっ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 日分かった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 分かた分なったかた 企画でおしゃれナンバーワン決定戦みたいなやったね。おしゃれな服を着てんかやるって企画があったじゃん。はい。で帰り一生懸命 MC 頑張ってたね。MC やらされてましたね。僕はその頃パイナップルでパイナップルをひたすら打ってた。そうね。ライカまでやってたんです。パイナップルの影響ありましたね。なんかすごかったらしいですね。すごかったかな。なんか盛り上がめっちゃ盛り上がってたらしい。めっちゃ盛り上がったかな。いやそうでもなかったよ。 頑張っていやでも大変だった本当に帰りが中心にやってでファッションチェックでの審査員みたいな人で元司さんと町田千穂さんがいたそう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 俺の仕事量多すぎなめっちゃ多かったな俺司会しながらツッコミしながら町田と元司さんのセリフの回収までしてたからさ一人ですごいなもう本当に終わったそう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 そいそそう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  でも慣れててよかったさうん、ほんに俺相方一人でよかったと思った <laughs> 俺に慣れててよかったねうん、よかったかわからんけど、ね、よかったよ、感謝しなさいいや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 、それは知らないけど 本当にありがとう。ございまで、何がありがとう。僕一位になりました。いやいや、もう。ありがとうございます。あの、チャンスの写真も撮っていただいて。しっかり一位で撮りましたね。はい、あの、すごい焦りました。あの、まさか僕が一位になるとも思ってなかったので。いや、でも、俺らは、もう会場にいるみんなは、一応両党だと思ってたよあ、そうなの。一回、だから、その投票の、確認しようって言って、この会場にいるメンバーで、一回投票できるかっていうチェックで。みんなで投票したわけよ。その時も、一応両党が一位だった。 ヤンキーのカッコいいな、チューブのヤンキースタイルなちなみに俺は説に一票入れたけど <laughs> か,かわいそうだったからないや、かわいそうだったっていうか、もう、あのおせぴーの振りが面白すぎすごー面白かったよなかわいからの説のあの顔面のうざさね、うん、やばいよな、<laughs> あ,<の>あ生で見てほしいよな、本当はなほん、まあ、に、あのね、お笑いしてたね俺を ただただあのたあのじゃあせつはどうなのかなボケなのかな、うん、って言ってたら、うん、あのボケやんって思ってた <laughs> めっちゃ笑ってしまったそせ<う>つは純粋に真剣にやってるつもりなんだろうけどボケやんって言って,ても面白すぎだろって言ってしまったよねもうめっちゃ盛り上がってたよねあそこが意外と山場になってたな1一1でこの最,下最後の ところで俺出ると思わんかったからさ、うん、ドキドキしてさそうね最後のところでね電話出るっていうのは俺も当日まで知らなかっただからおお怖 <laughs> って思いながら俺も当日まで1位が電話出演するとは思わなかったからそう俺も電話出演焦ったよ、うん、でも,もう松木さんにすみませんちょっと巻いて巻いてってからい巻いてじゃない伸ばしてな巻いたらお前すぐかかってくるから危危ななこっちはめっちゃ巻きたかったわけよもう疲れてるから <laughs> ごめんね 死ぬほど疲れてるのに巻きたいのにでそのマネージャーが横でだからそのテロップあの両手が優勝ですってテロップがそれ作る間だけちょっとあのうん、うん、時間伸ばしてって言われたから、ね、マネージャーが OK ってやるからゃあじゃあそろそろ順位の方行きましょうかって言ったら隣でマツケンさんがめっちゃこんなしてゃって伸ばせ、伸ばせどんどん伸ばせ。なん <laughs> <laughs> でと思ってチンコがまあ長くない場合は短いですけれども。<laughs> す短くねもうう、かったそだからそこでまた伸ばすのでなかなかいや俺は販売機探すのに必死でしたううん、そだねあのミルクティー買ってたもんねロングので、結局声は聞こえないっていう全部ジェスチャーでやってもね一瞬なんかね前半入ってて後半俺らのところで聞こうとしたらなかなかんでかっていうとお前ら音声を。 大大音量にしてないわけよ。じゃあじゃあじゃあの俺らイヤホンだいや。イヤホンの音をちゃんと大きくしてあそ,うそ,うその前もチェックしてるから音は大丈夫なはずだったっ何なの。もうだ1回できてなくて、うん、でチェックしてチェックし直したらできて、うん、あじゃあこれで大丈夫だ3回ぐらいやり直して1回俺らリハーサルで,でリハーサルでそれやった上でで両人とはつながらなかった会場は。 とかかなん結構大変だったよねいっぱいいっぱいいっぱいいろいろしたんだリハーサルの時からいっぱい問題起きてで本番になったら声が出ないとでも対応したでしょ頑張ったと思わんでも良かった良かっためっちゃめっちゃ頑張ってよああカムさん来てくれてますねお久しぶりです 最初ののところから見ましたあ音が出ないシーンからあれがめっちゃ面白かったこいつ一生懸命やってるけど音聞こえてないやうだから俺もそこからメモに切り替えて最初一発目声が入ってなくて入入っってて全部サイレントだったずっと多分それ消されてるかももしかしたらでもそれでやばいどうしようどうしようってなってあの最初から見ましたって。 初めましてでもないよ赤室さんは <laughs> すごい頑張ってたね、うん、そうもうどうしようどうしようってなって俺も急いであの携帯のメモ帳に「こんばんは」って書いてこんなしやや画面に写して,て <laughs> まさかそこであ<の>ちょめっちゃいろいろチェックしたわけよだから1回リハーサルしていろいろミスったからたかそしたら、うん、一応町田がメインの,あのマイクのところを切ってて、うんうん それで入ってなかったっていう電池変えるって言って電池変えて町,だ町田がそのまま電源オフにした状態でやってたからちょっと一個も入ってなかったっていうので解決しました一応それでねめちゃくちゃ音割れてんのよねでもあの音割れも もう多分だから絶対なんか触っちゃったんだろうなって、ね、俺最初から同じ声の音量でしか出してないからだから何かいろいろあったんだと思うよ、うん、頑張ったねもう多分だからみんなその音が出ないでパニックになってたから<う> <laughs> 大音量にしちゃったまあでもその割にはねなかなかいい配信になったんじゃないんですかねとは思いますけど。 <laughs> おー懐かしい <laughs> 懐かしいか<お>俺聞いたないなオーラはすごいぞ天才的だぞなやつでしょあそうなのシンちゃんの歌じゃないこれですよねあびっくりしたああ、もう俺今日頭回っていわけよ <laughs> ごめんね俺明日準決勝なのよそう明日なんですよだからごめんね今日もう今パタパタしてんの 我々明日ねあのバイアスの準決勝ありましてそうちょっとごめんね今日あの内容薄いはずいやいつもだよそれは今日もとかじゃなくてそれは毎週毎週一緒だそれを聞いてくれてるこの方たちはすごいですすごいこ人だったまあ BGM 各々で聞いてくれてるんですよねだから勉強とか作業用 BGM だと思って聞いてくれればよろしくお願いします同じの選手ぐらい薄いんでしょうわ薄 いやもう出てないんじゃないそれもうもういろはすぐらいもう薄いよいろはすは透明よいや違う違ういろはすは薄いとか濃いとかじゃないんじゃないか透明違う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 リオット違う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 ってる。う違うう違う違う違う 噛み合わんよ、今日いや、違ういつもよ、それは変わらないから変わってないからびっくりしたもんもうあのこれ終わってからさ、次の日はカラーズの初めてのコラボそうね、だから FEC チャンネル FEC でカラーズとコラボでこれから配信していくわけだよねなんかあるらしいですよ、りほちゃんがりほちゃんってあのりほちゃんね棚原りほちゃん棚原りほちゃんが、デコボコと一緒にやりたいっていや、嘘だよ、それは うん嘘だよって思ったよ。もう絶対嘘でしょ。本当だったみたいで。本当なんだ。なんで俺呼ばれてないの<で>今回じゃ。嫌われてない。<laughs> <laughs> あれ？<っ>あれ？人数制限があったんだよ。ああなるほどね。うん、でも町田はいたさ。町田さんがいたね。なんで俺じゃない。 嫌われてるんじゃない？<laughs> 嫌われてるんじゃない？<laughs> 一回一週確認したけどさ、うん、<ー>嫌われてるってことだな？なるほどね、俺はカラーズから嫌われてるんだ。嫌われてたのかな？そうか、俺はななみちゃんのことめっちゃ好きだから、ね、<ん>か <laughs> でも楽しかったよ。ななみちゃんとしろちゃんとあと、うん、えっとりほちゃんが出てこなかったよね。りほ、うん、ちゃん。しろちゃんって誰？ 新しく入ってきたのかなだからそうなんかそう3人うってて1人だけちょっと面識がなくてどなたかなと思ってたんですけどでその子たちと喋ったりすることになって俺は帰りいないから 1>、うん、男1人さ 1> まじ、ね、で怖かったっし <laughs> これで俺がやらかしたらこの配信も終わりです。この、うん、配信次から続けませんだからまあ、まあ。確かにそうだね。で、これ今日はんどういう企画やるのかって言ったら、もうこの今から企画をいろんなどんな企画やりたいかっていうのを提案していう。ああ、企画出しみたいな配信だったん、ね、配信だったきさ。キサうん、お、どうしようかなーって思って。はいはいはい、なるほどね。悩みに悩んだ結果、うん、すごい盛り上がっちゃった。盛り上がったんだ。<laughs> んいやいやそれは良かったんだからもう次につながったってことだからね世界数もすごかったらしいよほんとに5億回とかあごめんなさい俺が爆爆上げしてしまったどういうことえうこと？えっえお前今俺バイアスローしか頭ないって言ってるだろお前じゃあバイアスローの話しようじゃあいやもうちょい必ずの話もさなんだこいつ楽しかったのよもうにどういうところが特に楽しかったのよ あのねまず最初にあの始、ー、めましてみたいなのてま,あまあ自己紹介から始まりますよねそり<う>ゃで俺はもう合コンの手で、ってみんな自己紹介していくださ趣味は読書好きな女性のタイプは明るい人です今日は彼女をゲットしますっていうくだりをやってはい、はい、それ処理できるの そしたらやっぱすごい町田さんが「りょうとさん今日はそういう番組じゃないのよー」ってちゃんと突っ込んでくれて「そういう番組じゃないのよー」って「ああそうなんですねー」ってバ,バチェラーと思いました「あありょうとさんバチェラーじゃないのよ」怖い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 怖,やっ怖すぎるで,で企画なんかいろんなのやりたいってだからななみちゃんだったらなんか、うん 一緒にダンスコラボしたいとかさでしのちゃんだったらなんか女子会したいとかああ女子会かそ、ね、あんまり FC あ最近はいっぱいいるかあのカラーズ社長村田さん、うん、芸人に公開説教 <laughs> それが一番面白そうだな <laughs> そしたらドカーン <laughs> ちょっとそれはぜひやってほしいですね超盛り上がって中地を激を起こしてもらう,<笑>笑うとか 村田さんが、うん、村田さんもいたわけさ、うん、めっちゃ緊張してからさ。さ、うん、村田さんカラーズの社長ですから、ね、そう。で、あの、やっぱり、あの、中津さんが、このプロデュースしてるんだけど、うん、中津さんが。うん、両党俺は責任持てないからね。 中さんがね俺は村田さん、俺村田さんいじ量を俺多分数えた5回やってるのよ。めっちゃやってんな。俺、村田さん、多分あの場で一番権力持ってるよ。そうだよね。5回持ってて俺、5回行ってしまって、もう、中津さんがカメラマンもやってんだけど、そのたんび、中田さんも上見てし。ああ、ないね。だってね、怖いですから、村田さんは。そう。 友知さんが一回カレーこぼしてから、うんうん、村田さんってもともとコーディネーターとかそうだね洋服のとかいろいろやってるからねそあのその新しい服にカレーこぼ,、うん、こぼしてブチギレしたって死に注意したうちの友達が「すいません」って俺が謝ったりしてし白かったよ楽しかったでりほちゃんとは初対面なのにケンカするっていうどういうことそれはお前がバカだよつって やさバカババカカってどうしでバカバカやってもバカなのよそれはもうバカバカバカでお前のバカでリうのバカでバカもうももう、う小学生の恋の気分はなんだこいつマジ今すぐやめれ、その番組今すぐお前その番組やって面白くなくなってるよお前今 違う違う、ほんと、お前、お前、今、え、お前、やばい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 、やばいやばい、やばいやばい、やばいやばい、やからず、今から潰しに行こう、お前、面白くなくなってしまう、このままでは。お前が女を覚えたら、面白くなくなってしまう。ずっとキープしてるでしょ、リョウとは同貞っていうキャラクター キャラクターって言ったら誤解を持ってよね自分でキャラクターって言うなお前俺キャラクターって言ったらダメだね周りに言われるからそういうことだもんねお前がキャタピラーだから俺はキャタピラーではないキャタピラーだからそういう同というキャタピラーでやってるからキャラクターって言ったら語弊持ちよおいしそうね もう嫌だホンマにあんたも回ってないのよしんどすぎるもう明日に備えないといけないからうんまあもうそう明日に備えてもう寝てもうじゃあ今いいよもう寝ていいよおめえが寝たら番組終われねえぞずっとしゃべるぞ俺らめっちゃ楽しかっただからうんまあでも楽しめたんならよかったんじゃないやっぱり見てよ合言葉 の見ないよねあんたね相方が出てるのっていうかみんな見ないよ俺自分が出てるのいいかいわあ,わあ俺と一緒 <laughs> いやお前俺の見るだろうん結構見るな <laughs> お前んでそんなに知ってるばってぐらい見てるよな <laughs> お前のを全部チェックしてるのに <laughs> びっくりするのものは見ないよねいや俺はもうだ等しく誰のも見てない本当に最悪だよね見てるよ 見えるよなそれは。見てるよ。見てるよいないな。プレッシャーかかるからね以前にも。ただ見てるんですか。見てるだけだ。見てるよ。見てるだけだ。見てるよ。何をですか。ちょっとちょっと怖いシージャーでもそなっちゃうからねもう本当にそういう感じです。楽しかった。コメントもちょくちょく来てますね。結構盛り上がったよね。 キャンさんも見てくれて、よかったって言ってたよ。いいですね。もうちょっと後で確認できたらしようかな。明日、明日、明日のね、バイアスの終わりとかにしようかな。酒でも飲みながら。そう、明日はもう、俺、酒飲むって決めてるからさ。ずっと酒飲んでないからさ。お、もう、体重54になったのよ。そろそろなくなるんじゃん。なあ。小さくなってるかもしれない。明日バイアスするんで。お前、絶対通るぜ。もう、これで。 え、決勝<晶>進,進出ですもん<ら>それだけであらじゃあ明日までどうにかしますか、ね、<laughs> お願いしますお <laughs> <laughs>、うん、前ここに相方乗ってたら面白いだろめっちゃ <laughs> めっちゃ面白いした 楽しみだな明日が楽しみですもんね。郷さんも来てくれたりとか、光さんも来てくれて、ああ、赤松さんが、嫁が帰りのファンになってたよ、あのデートコーデ配信でということで、やめといた方がいいよって言っといたって言ってますけど、<laughs> あそれは意見は僕も賛成です。なんでよや帰りはコーデは完璧だけど、中身がまだ幼稚だから無理です。<laughs> 中身、幼稚かもしれんな、確かに。うん 幼稚っていうかメンヘラ <laughs> 幼稚っていうかね幼稚っていうかそうそうメンヘラっていうか <laughs> 僕はもうね中身は幼稚じゃないからさお前は幼稚だけの中身は大人だからさ <laughs> 全部幼稚よお前は何言っとんのや <laughs> そんなことはないよお前中身幼稚なままお前子供になる薬飲まされた人よ <laughs> <laughs> そう,うん変わってるやし俺お前はだからあの年相応になった身長だそう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 ,う,わお,うお前はなこれやばいなそう頭脳がいいとかそういうのじゃなくてお前年相応になっただけ <laughs> それ作った人呼んでこい一体ちょっと <laughs> 対談しよう一回。お前はだから感謝したらいいよ。そのまま大きくなってたら、まあ身長でかくて大人なのに中身はバカだなってなるけど。今お前ちびでバカだから。そう、そうだ。そうだよな。うん、ありがたい。よかったな、お前。感謝してよ、本当。お母さん、ありがとう。うん、お母さんじゃないんだけど。僕を産んでくれてありがとう。すごい急に母の日。趣味は天が。いいね。天が最高よ。千がは最高。ええ、まあ、だって、これあれでしょあの。 あの合コンのくだりで言うつもりです絶対絶対絶対嫌われるお前それこそなくなるよカラーズとか俺はもう一切ちゃんとしたクリーンな活動をしたからその日でも合コンの手で行くのは結構グレーよでも最終的にうまくいったのはそれでいいから終わりよければ まあそれでまた次の配信が終わなかったら,なかったらああ、そういうことですね。その時はね。ん。<laughs> だから、楽しみ、うん。いや、でもなんか、これからね、なんか、そういう楽しみの配信もいろいろ。だって、可愛い女のいっいくるんだよ必ずから、すごくない、うん、それはすごいありがたい。でも人見知りだから喋ってないよ。りほうちゃんと喋らないであれやったんだよ。すごくない <laughs> いや、だ俺、まだ見てないかわかんないんだけど。すごくない,いやんさ。あれは、マジで見た方がいい。 でも俺,俺あしかもあのギリギリでみんなあれちゃんとやって「はい」ってなったから <laughs> 言葉よ「はい」ってなったからさ <laughs> 語彙力そうだから <laughs> もうお願いしますで俺も喋れないからさ、うん、うだってもうギョーちゃんってすごいさいろんなの出てからそうだねもう今やな,な,なかなか売れっ子だからねそうこうもうずっとシーンってなって、うん、町田千穂さんに 助まっとそういう打ちゃんねる上手だからね、そういうのね。で、本番になって、うばーっっみんなで、なんなこいつらって思った。仕事ではこういう人なんだって思われるたんじゃないたぶで、終わったあとに、りょうちゃんと、なんかけんかしちゃいましたねーって2人で行って、<laughs> じゃあお疲れさまでしたーってって。何でもその会話。<laughs> なんかその会話、面白くもない。楽しいもう配信終わりに、<laughs> なんだその面白くない会話は。<laughs> しちゃいましたねーてやばすぎるだろもうちょいなんか芸人らしいことしろ <laughs> 裏でもいや気づけてないからオフオフ気づけてないからこうなってるんだから <laughs> こいつ違うよできてないんだよだからえー、嘘に決まってるだろ俺のお前裏回しも見れちゃんとマジ<ああ> <laughs>、まあ、どう <laughs> 見てないの間違いです、カエリ君が僕のいつも何もかも見てないのがもう嫌だ。嫌なの別に嫌でじゃ今日は好きよ。どっちでもいいわ別に。いや、俺は等しく誰も見ないから。見た方がいいよ。あんまり興味ないもんだって。 興味ないけどさう俺が今興味あるのは東海オ、うんうん、ンエアか原野さんと竹林さんの配信かあとピアソンの結衣さんの配信らへんかなもう芸人やめてるでしょお前今いやネタ見てないの帰りはあネタはね見るたまにああたまに見る、ねうん、のネタを校庭いいよね校庭のネタを俺はいい、ね、あの寝る前の作業用 BGM として流して寝る <laughs> 眠れないだろや夢の中に出てくるわけあんなあんなやついやとか言って眠れるわけないだろ。びっくりする、まじ夢の中出てきて、あの、なんか、衝突事故とか起こしてバッと起きる時あるさ。あんな感じバッと起きてしまう。壊せびっくりする、ほんとに。ほんとにびっくりする。ひまわりひまわり、ひまわり、それを凌駕する一本松。そうそうそれが出てきてバッと起きる。やばいなびっくりする、ほんとに。 怖いよ、夢で出てきたら怖いようん苦手だねってんの苦手だな皇帝じゃないですかでも好き嫌い分かれるね皇帝のネタはその芸人側は結構そうさん皇帝もちゃんと見てんだねすごいねそうをうそしろ皇そをそうしろねえそまあいつもそうそんそう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 そねそう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 そ やばいボタン持ち落ちてきたちゃんとボタン持ちがボタン持ちが刀となって落ちてきた怖いよほんとにネタが入ってこなくてということで確かにね結構スピード感もあるし意味もわからんからね本当動きっぱなしだったねね。ネタはマグロだよって言ってたけど動きっぱなしってことだよねネタはマグロだよって言ってたけど動きっぱなしってことだよ 半分の今ダウンしてるから <laughs> 半分のダウンしてももいつもと同じだな、うん、ちゃんとしてますから <laughs> やっぱじゃあ <laughs> もう本当に緊張してんのよ <laughs> バイアスロムネタがさ、うん、意外となんかって答えあ,、ね、あるんだよだからさ<い> <laughs> ちょっとごめんなさいねもうあの道具とか今日作ったりいろいろやったりしてて結構もう明日に備えて 頑張らないといけないなーと思ってるんですけど、本当にキャンさんもふざおふざけっぱなしですよ。キャンさんはずっと剣を今しごいてますね。<laughs> しごきっぱなし。ゴーさんは天が好きね。ゴーさんもね好きなのよ天が。テンガええ違う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 。そんな天が友達みたいな喋り方する。天友ですよ。えー、意味がわかり天友。天が友達天友。俺は卵天がおすすめ。卵エッグっても言うんだけどね。 卵エッグをやってみて,卵,エッグって卵卵やし <laughs> 卵エッグや卵卵やしそれこの卵か何やってんだっけ <laughs> いや知ってる知ってる,わかる知ってる知ってる俺も天下のことはそれなりに知ってるつもりでありますからねそうだなだって俺とよく言ったもんなお前がずっと喋ってるからだよいつも違うでもお前 お前と行ったこと1回2回しかないから3回ねはい3回いえいえ3回覚えてるないないですないですあのないです一回俺たちがネタで迷って落ち込んだ時じゃあ一回ちょっとあの安市か安市は東京書店か東京書店行う2人で俺安市お前と行ったことないもんいやしやこういうのは別にいやしや行ったことないけどそういう手でしゃべっとけっていうのが。 普通だろで、休みはあるんだけど、何年、何年、今のくだりはわかんない。俺今日疲れどうぞ、進めてください。それで、うん、一緒に見,見ながらネタとか考えてなし、<laughs> 見ながらネタは考えてないだろう。2人でちょっと喋りながらさ、ちょっと今日はちょっと疲れたから、2人でなんか行こうって言ってた。あと、ちょっと行ってさ、うん、多分18、19年。あ、まあ、あの頃はそういうのもあったかもな、確か。 からもうあの二、ー、<laughs> 人でどっか行くっていう機会が全然ないのだから昨日久しぶりに漫画倉庫二人で行って,って久しぶりにね買いに行っ,たかってからね道具とか漫画倉庫行きました道具とかママあの裏倉いのゴーパチのところのきっともう誰もこうガラガラでもう なんかデートみたいな。二人でね、女性もののよく見て。もう二人で一生懸命。これがいいんじゃない？男二人。こいつはなんだもんって思われたんでしょ。本当に。あ、マジですか？え！